そなたの意のままに倒したいと思う相手を念じ力を解き放つのだ。ザンザ鬼神兵、僕らはお前たちに食われるだけの存在じゃない。モナドの形がいけません。その力に身を委ねては。シロ君すげえ。
戦のものだぞとは違う。そうだ、その力だ。存分に力を振るうがよい、シュルクよ。これがあなたの望んだ通りの結果ですか、ザンザ。そうか、お前はそうだったか。予定調和の外にあるもの、気づかぬわけだ。人、人間、まさか、フィオル、間に合わなかった。見えていたのに、分かっていたのに。シュルク、なんでだよ、なんでこうなっちまうんだよ。父上、メリアよ、我らが希望、泣くでない。嫌です。泣いて希望となる資格を失うのなら、私はそんなものにはなりたくない。メリア、だって私でなくとも良いのでしょう。ホブスの血が入っているだけでいいのなら。そんなことを気にしておったのか、大バカ者め。だってハイエンターの希望、それはそなた自身が選んでなるものと。それを忘れなければ、資格など後からついてくる。だが忘れるな、余はそなたが希望だから愛したのではない。愛した者に希望となって欲しかった。次し者よ、私はそなたに託したい。そが伏したモナト、そなたならきっと。はい。メリア、泣きたいのなら今は泣け。だが涙が乾いて後は。父上、メリア、行こう。公主とか希望とか、そんなことは後でゆっくりと考えればいいじゃないか。僕なんかでよければいくらでも力を貸すよ。一人の人間、メリア・エンシェントとして奴らの蹂躙に屈しちゃいけない。
そうだが、それが私のなすべきことなら。芝居がうまいね、ザンザ。すべては世界のため、役者にもなろうさ。代役に立ってあげてもよかったのに。その気持ちだけは受け取っておこう。嵐は近い。